5月4日11時散歩に行ってみたいと思います。よろしくお願いします。堀川、納屋橋のあたりですね。本日は気温21度。名古屋堀川クルーズも日曜日なんかに開催されてます。堀川です。結婚式場モイチェモイチェです。堀川散策絵巻。ここです。サイアムガーデン、堀川ギャラリこの名古屋市の建物なんです、はい、加藤商会っていうのは。そうです。そうなんですか、はい、今は名古屋市かなり古い建物ですもんね、はい、これはそう、そうです、ね、これ名古屋市の建物だったの。ではなかったですけれども、譲り受けて、そうなんですか。なんかレストランの方が所有者かなと思って。あ、違うんですよ。名古屋市だからこれ貸してる。あ、そうなんですか。はい、下はギャラリーになってる。加藤商会ビル。その時使ってらっしゃった。あ、これ金庫？その当時の、まあ、金庫的な。わ、かなり古いな。なんか侍みたいな。大正7年。へえ。そうですか。
ありがとうございます。なこれ心中に燃えるものがあってこそ縁をつかみ得る、加藤紹介ね。小さな花笑み寄り添って大きな幸福の花束へ、今日も笑顔で嬉しい一日をありがとう。あ、レトロな感じ。大正ね。いつも気持ちはにっこり、笑顔が幸せ運ぶとさ。知らなかったね。ありがとうございました。ああ、はい、これね、ホルパーの探検ブック、はい、あ、いいですよ、あとでゆっくり見ます。じゃあ、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。堀川探検ブック、いい天気だな。また堀川から腹引きソーセージ、ビストロ、忍者、錦橋、1987年。はい、桜橋。しけみち町並み保存地区です。ナポのサロン、渋浅間神社、お伊勢様と内神様のお札をお祭りしましょう。
御朱印、しけみち町並み保存地区、これででもあのスイングで。しけみちレストラン。のクラウコン、しけみちガラス館、しけみちガラス館、しけみちガラス館さんです。花花瓶2万円おお。津軽ビードロー、そばチョコグラス、おお。かぶと、こいのぼり、かき、おお、ステンドグラス、いいね。母の日プレゼント、コインのぼり、家族セット、かぶと、いいね。コインのぼり、箸置き、これはいいわ。渋いなあ、ガラスは落ちてくなあ。グッサン、グッサン来たんですか。はい、結構いろんなとこ、あの、ね、このジップとかで走って回ってますもんね、グッサンもね。いや、いいなあ、ガラス、いいね。ガラス帯留め。
皆さんご覧いただきまして誠にありがとうございました。続きありますのでよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。